続き本日の会議を開きます。一般質問に入る前に、昨日26万議員の、太陽光に関する、質問の時に、説明不足で、きちんと、内容を明らかにしてほしいということで、私自身も連絡を受けておりますし、執行部からも申し入れがあっております。先日の、会議の中で、分からない部分、その中で不明な部分が多々ありましたことを私も認めますので、発言をこれを許可しております。前田副市長。昨日の井原議員さんの答弁の中で、議事録については昨日紹介したとおりでございますが、昨年の12月の補正をですね、提案するときの、そこらについて若干申し上げたいと思います。昨日市長の答弁の中でありましたが、一応12月の補正を出す段階でですね、市長が今年度で取りやめるということで、その後については議会と相談しながらということになったわけですが、12月議会にその上程する議案を編成する中でですね、町内の市長含めて、財政含めてですが、その時にですね、太陽光の補助金については21年度から3年間を予定をしていた、それがまずあります。これについては21年度は特に予算がなくてですね、遡ったりしたその補助金を適用したこともございます。それから市内の普及率が相当高いと、 6.75% と非常に高い普及率ということで、一応他教師としての政策誘導の役目は終わったんじゃないかという議論もあっております。その中で その当時が全国的には 2.6% ですから、約3倍ぐらいの他教師の普及率があったということ、それから設置の費用がですね、21年と比べますと1キロワットあたり65万かかったのが、23年度では55万と10万ぐらい価格も下がっていると、そういう状況もあるということ、それからこれについては全額市の負担ということで、3年間のトータルの補助金が5500万になっています。そういうことを含めまして、市長の方から町内の検討の結果を踏まえてですね、23年度で打ち切りたいというような発言があっております。それを受けまして、12月の建設委員会の中でですね、そこでも議論がありまして、これについては委員長の報告にもやっております。委員長の報告の中ではですね、委員からこれだけ住民のニーズがあって増額補正をしているのだから、ニーズに応えるよう補助制度を継続すべきではないかという意見、それから国県の補助がその当時は不明だったわけですが、もし終了してもですね、市独自で継続をすべきではないかと、そういう意見があってまして、これについては委員会の総意として委員長の方から報告があったというのがあっております。それを昨日言いましたように、部長の方から私にすぐ、内容の報告がありまして、ちょうど12月、その当時は新年度の予算のヒアリング等もあっておりまして、新年度の予算の編成する中で市長を含めた、財政を含めた、新年度の編成の中でですね、これについては継続をするということで24年度の予算の計上に至ったということでございますので、ここで詳しく説明をしておきたいと思います。以上です。このような再答弁になりましたことに関して、お詫び申し上げますとともに、今後、こういうふうなことがないように努力したいと思います。23番クレバ議員。あえて言うつもりもなくですね、委員会なら来てくれてお願いを私がしました。しかしですね、私が思うのは、執行部は執行部、議会は議会ですよね。そういう中で昨日のあの不手際に対して議長はまず謝罪すべきですよね。私そう思いますよ。今の話を休憩中でも話は議長が聞くなりね、そういう流れを聞いていたらこういうことなかった。
吉川議員も名前を言われていかにも悪者に見えましたけれども、吉川議員は太陽光で一番委員会の中でも熱心かったんですね。だから予算が途切れた時もぜひ伸ばすべきだという話をなされた。そういう流れを言うべき、私たちはこう委員会で言われたのは、国県の補助金はなくなりますと、どうしましょうか、やめますよと言われた。だから委員会としては、いや独自でも国県がなくなればね、つけないでしょうと。しかし竹雄氏は独自でもやるべきじゃないかという話をしたんですね。だからそういう話をすれば、昨日の柳井もああそういうことかと分かるし、市長も分かるしね。だからあなたが分からなかったら、議長は大体分かった上で土俵で両方させるべきなんですね。あなたが分からなかったら、そこに少なくとも休憩取るなりなんかして、そこをちゃんと知るべき。分かった上で相撲させないから、あれだけして、結果的には2問2つですとかね、質問がされないような状態。うち帰った娘言ったんですよ、親父も電話入れてくださいって、分からんから、中身が一方的に思えるからね。だからそれはね、はっきり言って昨日のビデオ見られたら分かります。議長見てない、さっき言われたですね。謝罪してくださいよ、まず不手際だって。今後そういうことはないようにね。あなたがそういうことしないなら、こっちも覚悟ありますよ。お願いします。23番黒岩議員からの、議事進行でありました。これは昨日の、江原議員の質問の際に関して、太陽光発電が出たときに、そのようにきちんと委員会の趣旨が伝わるように、きちんと休憩を取ってやるべきではなかったかということで、しました。それは先ほど黒岩議員が質問されたように、休憩を取るべきだったかもしれません。そういう意味を含めて先ほど、副市長が、答弁されたと、昨日のことに関して再度答弁させる事態になり申し訳ございませんでした。今後、このようがないように努力しますという形で、いたしました。はい、23番黒岩議員。議会で話がね、丸く言ってるときいいと思うんですよ。じゃあ膠着した場合はですね、議長自らその土台は何かと調べてですね、その上で議論させるべきはなかったかと言ってるんですよ、今私は。今後そのようにしてくださいと。そうしなければしょっちゅうこれがありますよ。少なくとも前の前議長はそれされてたんですよ、休憩取ったりしてね。あなたがそれが決定してるから非常に揉め事が多くなるから、そうならないようにあなた自身が内容を先分かるようにしなきゃならないんじゃないですかと。だから昨日見たんですかと言いましたけどね、ああ昨日それ分からなかったな、ごめんなさいって言うべきやったろうもんって話をしたんですね。その上に立って両方の右左違いありますよ。だからそういうふうな議会運営をしてくださいって議長に言ってるわけですね。だからもしそういうことしたくないって俺の方針だって言われるのであれば、形で表しますよ。そういうことを望んでるんですか。23番黒岩議員から再度、議事進行が出ました。先日の質問に関して、その辺の反省に立ってないんじゃないかということだったんですけども、先ほど言いましたように、私自身先ほどのその全てを分かった上で、戦ってなかった部分があるかもしれません。ですから、言いましたように、こういうこと自体になって申し訳なかったと。そして、再度こういうことがないように努力いたしますということで、お詫び申し上げます。よろしいでしょうか。はい、では、開会前にもう1点ございます。もう1点は、前日のこれも同じ27番議員江原議員の質問の際に、26番議員の江原議員の質問の時に削除の部分がありました。削除の部分に関して市民から分かりにくい、そして内容はどうなんだというふうな問い合わせがありましたので、ここで説明したいと思います。江原議員の質問の際に、これも議会の中で論議になりましたように、平和活動の部分でアメリカの海軍空軍そして陸軍、最後に海兵隊が出てまいりました。で、海兵隊の部分を取って殴り込み部隊という言葉を使われました。その殴り込み部隊ということで、その殴り込みという部分がそれに、これでいいのだろうかとい
ということで、私自身は議会の中で不適切というのは、その海兵隊にも日本にもいっぱい家族がいらっしゃいます。そして海兵隊に関しては私が聞き及んでいるところ、遺書を残してもう出動している、そういうふうな心が、なんとか自分の国を守ろう、日本も含めて守ろうということで、そういう気持ちで現れで言っていかれている部分が多々あるということで、私自身はその殴り込みという乱暴な言葉遣いは、地方自治法132条、これに提出するという私自身は判断いたしまして、削除という旨に、を申し渡しました。これを報告したいと思います。はい、では進行したいと思います。本日の日程は政治務に関する一般質問でございます。日程から見まして本日は3番上田議員の質問まで終了したいと思います。それでは12番吉川議員の質問を許可したいと思います。ご登壇を求めます。12番吉川議員。皆さんこんにちは。こんにちは。自由民主党政策研究クラブの吉川でございます。議長より登壇の許可をいただきましたので、ただいまから質問に入りたいと思います。今回は7項目の質問をさせていただきます。若干順序を入れ替えましてですね、新エネルギー等復興関連について先に質問をさせていただきたいと思います。武雄市議会では一昨日震災がれきの受け入れに関する決議を23名の議員の賛成のもと可決成立をさせたわけであります。これを受けまして本日午前中に地元クリーンセンターがあります朝日町の区長会の皆様にお集まりをいただきまして、地元の3名の市会議員、そして岩田市長、出向部出かけていきまして、この決議に至った背景の説明と、そして今国、県、市がどのようになっているのかということを市長の方からもルール説明をしていただいたところでございます。地元からはですね、やはり風評被害等が一番怖いといったお話も区長さんの中からいただいたところでございます。今ようやくですね、野田政権、野田首相も本腰を入れてきたという段階で、まだ入り口の部分にあるわけでありますけれども、今回のこの武雄市議会の決議を受けて、岩田市長として今後、小一軒の管理者でもありますけれども、どういった形で進めていかれようとしているのか、今日の朝日町の区長会の話も含めてですね、市長の見解をお伺いをしたいと思います。岩田市長。まず武雄市議会の皆様方に改めて感謝を申し上げたいと思います。震災がれき の受け入れの決議につきまして、武雄市議会がほぼ全会一致でね、こう成し遂げていただいたということについてね、本当に感謝をします。この決議によってだいぶまた風向きが、だいぶ風向きが変わってまいりました。でその中で今日まず第一歩として、吉川さとみ議員さん、吉原武美議員さん、山口義弘議員さんの、同席のもと、まず、吉川さとみ議員から、提案者の吉川さとみ議員から、武雄市議会のこの決議について、ご説明をしていただきました。でその後それを受けた私の思いは、前に議会で申し上げた通りのことを、申し上げた次第であります。で今後についてでありますけれども、やはりその今日は第一歩ということで、先ほど吉川議員からもありましたように風評被害の話が出てまいりました。どうするんだという話、そして本当に放射線大丈夫かという話、そして佐賀県の他のところの施設はどうなるんだという話、そして国の真意は本当にどういうところにあるんだろうかというさまざまな区長さんのご疑念ご質問等がありましたので、我々でできる範囲で答えた次第でありますけれども、そこでやっぱり思ったのは、何よりもやっぱ地元の皆様方にきちんとご説明をするということであります。
これは本当に繰り返し繰り返しですね。それで特に旭市長で申し上げますと、クリーンセンターが繁盛にある関係上、3人の議員さんに特に期待をしたいと思います。そういった中でその市議会の決議を受けて、3人の議員さんと私と一致団結して、こういったことで受け入れるんじゃないかということを、そして、さまざまなご疑念に一つ一つ丁寧に答えていくということが求められているというふうに思っております。そういう意味で今日3人の議員さんが、同席してもらったことは本当にありがたく、思っております。その中で今後でありますけれども、27日に、紀藤広域圏の議会がございます。その中で、終了後直ちに全員協議会に切り替えまして、先の、皆様方に、ご議決いただきました、決議の説明と、私の武雄市長としての思いを、申し上げます。でそこで今日旭市長の区長会の皆様方に集まっていただいた時の、ご意見ご疑念等をそこで、ご説明をして、ご意見を議員の皆さんに賜る機会をまず作ります。そして、一部報道されておりますけれども、内閣総理大臣の、要請文が、もう近々来るそうです。都道府県知事のところに。これを受けて、国県の、説明会について、これはおそらく対象は各首長だと思いますけれども、さまざまな今意見が来てまいりますし、今日もいろんな電話とかメールが来ているようですので、そういったご懸念について、私の口からそれを国に対して、きちんと問いただしていく。その上でこういった会議についてはオープンにはなると思いますけれども、内容等についてはさらに地元の皆様方、武雄市議会の皆さん、そして地元の皆様方にしっかりと説明をしていく機会を作ってまいろうというように思っております。ただこれはですね、急がば回れであります。急がば回れ、短平級が一番ダメだと思っておりますので、一つ一つ丁寧に説明をしていく所存であります。でその一方で島田氏が、静岡県の島田氏が、受け入れの正式表明をされました。で島田氏をきちんと学ぼうと、思っております。例えば占領系の問題であるとか、今日も質問に出ましたけれども、朝日の区長さんたちから占領系はどうするんだという話も出ましたけれども、占領系についてをどうするんだとか、さまざまなことについても島田氏に学びたいというように思っておりますので、基本的に受け入れを紀藤広域圏でゴーサインが出たときに、紀藤広域圏の職員並びに武雄市の職員を、そういった先進の自治体に派遣しようと思っております。そういう中で一つ一つ丁寧にできることを一つ一つ丁寧にこうしていくことが震災瓦礫の受け入れにつながっていくものと思っておりますので、ぜひ長くなって恐縮ですけれども、市議会の議員の皆様方におかれてもね、共産党の反対されたお二人もね、気持ちは一緒だと思うんですよ、思いますので、ぜひ前向きにこういうふうにすべきだということについてね、対処交渉からご指導いただければありがたい、このように考えております。大議長。12番吉川議員。はい、この決議文にもですね、挙げておりますように、国のですね、法律の明文化を明確にする、重みを持たせるという部分は一つの条件の項目に入っておりますので、ぜひですね、国の方に対してもですね、力強く働きかけをしからやっていただきたいというふうに思っております。それではちょっと時間ありませんので、次の項目に移りたいと思います。昨日 の一般質問の中でね、自衛隊の予算を削って、そして震災瓦礫の予算に回すべきだという質問がこうあったわけでありますけれども、中期防衛整備計画の中でですね、 F35 それから、西部方面の普通連隊、これは九州を管轄しておるわけでありますけれども、日本の国の平和と安全を守っておられる陸上の自衛隊であります。そして、その部隊のもう一つの任務は、被災者の救援ですね、それと復興支援、これも一つの大きな業務になっておるわけであります。そういったことで、私もですね、被災が起こった2ヶ月後の昨年の5月に、マイクロバスを皆さんと一緒に運転をしてですね、
現地に入ってボランティア活動をやってきたわけでありますけれども、東北地方に入った途端に高速道路を通っている車は警察の車両と自衛隊の車両がほとんどでありました。全国のナンバープレートをつけたですね、部隊の皆さんがおそらく延べ人数にすると数万人規模の方がですね、そこに支援に駆けつけられている。そして、行方不明の皆さんを捜索をしたり人命救助をしたり、非常に過酷な中でですね、この自衛隊の皆さん頑張っていただいていることをですね、本当に涙ながらに現場で見てきたところであります。まあ、そういう状況の中でですね、昨日、海兵隊も結局同じなんですね。そういう状況の中で江原議員の方からですね、世界の殴り込み部隊だという発言、これはですね、やはりあまりにもひどい、このように思うわけであります。そしてまたテレビを見ている皆さんからも、この江原議員の殴り込みの部隊だということはけしからんというふうな話も伺いました。まあ、このことについてはですね、一議員の話だけではなくて、この武雄市議会、あるいは武雄市としてですね、このインターネットでも、そしてケーブルワンでも YouTube でも、日本全国の人が、そしてまた海外の人もこれは注目をしております。そういう状況の中でですね、武雄のトップである日向市長としてどのようにこのことをですね、思われているのかお伺いをしたいと思います。以上、日向市長。答弁を申し上げます。実は昨日ですね、これブログ等にももう書いて、もう一定の反響が あるんですけれども、海兵隊の隊員に娘を嫁がせたお母さん、海兵隊の隊員に娘を嫁がせたお母さんから泣きじゃくって、僕はその方の名前は出しません。で、ずっとお付き合いをさせていただいている方です。その方がね、泣きながら私のところにお見えになりました。二度も三度も。多くの日本国民の皆さんたち、もうほとんど全てって言っていいでしょう、は、あんな江原議員のね、ような罵詈雑言をね、思っている人なんか一人もいませんということを申し上げたんですけど、そのお母さんは未だに心が折れたまんまであります。なぜか、その義理の息子さんね、私もお目にかかったことありますよ。一番大事なことはね、世界の平和です。そして、牟田議長からも紹介があったように、これ私も承知してますけれども、海兵隊の諸校が出動するときには、遺書を残すんですね。そういう覚悟のもとね、アメリカを守り、そして強固な同盟関係をね、やってる日本を守ろうという一念のもとね、言ってる方々に対して、そして家族の皆さんたちに対して、殴り込み部隊っていうのは、これは多くの皆さんたちから私のところにもメール等が来ております。そして私も全く同じです。そして、アイノウラの普通科連隊のことも愚弄されました。防衛協会の私の知人である方からも泣きながら、まあ、その方はね、息子さんが自衛隊だそうですよ。3人の息子さんがいらしてね、全部命を閉じて、一人はね、今スーダンに、それでお一人は東北の瓦礫の除去の時にご遺体を、うつ病寸前になりながら引き上げていたそうです。そういった方々が本当に昨日の江原議員のお言葉で傷ついています。私自身の考えを問われました。江原議員はぜひね、この発言を議長に促され、議長の職権ではなくて
ご自身でぜひ撤回をし、そして謝罪をしてほしいと思います。その上でもしこれができなかったら、江原議員に私は議員の資格はないと思います。議員の資格はないと思います。なおかつこれをもしあなた方市議会が許せば、もうあなた方市議会は無法地帯ですよ。何でも通るじゃないですか、こんな発言を許して。まあね、議長の職権で地方自治法に基づいてね、本教に基づいて議事録を削除するような話じゃないですよ。私は議員諸侯の良心と良識に強く期待したいと思っています。もとより江原議員にも一縷の望みを託しています。あなたがもし人間としての情があるとするならば、ぜひ皆さん方が見てるまで清く撤回をし、そして謝罪をしてほしい。それを最後に、私からお願いを申し上げる次第であります。いずれにしても私はこの発言は一人の日本国民としても、そしてこれね、かなりもう問題になってるんですよ。新聞には書かなかったですけど、許しがたい発言だと思います。暫時休憩いたします。12番吉川議員。はい、今ですね、ルールをおっしゃっていただきましたけれども、これは武雄市議会の総意ではないと、で市としてもですね、そういう思いではないということで、本当に、このテーブルを見て、また YouTube を見ておられる関係者の皆さんに対してはですね、議会、市議会議員の一員としてですね、私からも本当に謝りたいと思います。謝罪をさせていただきたいというふうに思っております。なんでか私が背中です、それではですね、もうちょっと前向きなですね、質問をですね、これからさせていただきたいというふうに思いますので、進行していきたいと思います。スライドをお願いいたします。ですね、
レガソーラーの導入について、質問をさせていただきたいと思いますけれども、去る2月の上旬にですね、韓国の方に行かせていただきました。そこでですね、太陽光パネルの発電所をちょっと見学する機会がございまして、ちょうど南部の方の新安という地区でありますけれども、ここにはですね、敷地面積が68万平米ということで、サッカー場の90個分の敷地のところにですね、発電所がありました。ここにありますように、ちょうど干拓の部分をですね、埋め立てられて、もう、利用されてない土地だったんですけれども、ここをですね、造成して、やられたということで、世界一のパネル発電所で、今はスペインが1番で、今2番になっているそうでございますけれども、アジアでは一番大きなところでした。で、発電能力が24万メガワット。これは佐賀県がですね、吉野ヶ里に今展開しようとしている、8メガワットに対して、まあ、3倍の大きさのパネル発電所であったわけでありますけれども、ここでお伺いしたのは、この買い取り価格ですね、韓国でどうなってますかということで確認をしたところ、まあ、電力会社と国合わせて670ウォン、円に単純換算しますと46円というふうなことでありました。そのほとんどがですね、やはり国が力を入れて、お金を出しているということで、保証期間も15年で、日本の場合はですね、昨年の8月に第177の通常国会でですね、再生可能エネルギーの買取制度ということで特別措置法が通過をしたわけでありますけれども、それが今年の7月1日から実際に運用されるということでございますけれども、まだ経済産業省の方ではこの買取価格についてですね、決定がなされておりません。先々週にやっとその小委員会のメンバーが決まって第1回目の会合をしたということで、約3ヶ月遅れでですね、今展開をしているということで、非常にこの国の対応のまずさ、遅さをですね、このバイデン価格の決定にしてもですね、遅いということを指摘をさせていただきたいというふうに思っております。で、この価格でありますけれども、日本は今余剰電力の買取をしておりますけれども、これが1キロワットあたり一般家庭で42円で、非住宅のところで40円でございますので、非常にですね、この46円という単価は、高い価格でですね、韓国のはやられているというふうに言われております。で、日本の場合ですね、ごめんなさい、佐賀県の場合は吉野ヶ里にやるわけでありますけれども、吉野ヶ里の方は33億円の建費を投下して企業を誘致するということで言われておりますけれども、まあ、ここの33億円についてもですね、県議会の方でもいろいろ疑義があっている、そのような状況でありますけれども、武雄市として市長が表明をされている若木の太陽光村、これは定住を柱とした取り組みであります。それともう一つは若木の元部ダムの上の方の工場敵地ですね、ここへのパネルメーカーの企業誘致、これも動きがあっておると思いますけれども、この進捗状況についてお伺いをしたいと思います。佐藤市長、答弁申し上げます。若木町の、元部ダムの元部ダムの、ちょっと上のところですね、あそこの一段の土地のところが、これ実は土地開発公社の所有の土地なんですね。ここについて我々は武雄市の候補地として出したところ、今のところ19社の問い合わせがあります。大小の企業19社の問い合わせがあって、で、皆さんがおっしゃっていますのは、先ほど吉川議員からもご指摘がありましたように、バイデン価格がどうなるんだということで、それ次第だという話になっております。私どもとすれば、そのバイデン価格を注視をしているところでもありますけれども、必要とあれば担保も出していきたいというふうに思っております。いずれにしてもやはり特に若木町については、まあ後でご質問あろうかと思いますけれども、太陽光村
等の話がありますので、できる限りその集積を若木町には図ってまいりたいというように思っています。もとよりこれは若木町の吉野ヶ里はね、いろんなこう反対とかありますので、もとより地元の皆さん方のご意向を第一に考えながら、そういった姿勢で臨みたい、このように思っております。太陽光村一緒に住む、岩田市長、太陽光村につきましては、工業団地 の手前の部分に一覧の土地を想定しておりますけれども、今のところ調査を、しているところであります。実際価格、坪当たりの単価をどれぐらいにすればいいかと、いったことを含めて、そしてどういった方々がお越しになるんだろうかということを含めてきっかけの調査をしております。その中で特に牟田議長さんと松尾祐介議員さんにお願いをしたいのは、地元の合意形成を早急にやっぱ図ってほしいということであります。その中で我々としても限られた財源でありますので、適正な価格の下で進めたいと思っています。これが高くなると売り値が高くなりますので、それはぜひ過疎地対策等を含めて我々は政策的を持っておりますので、特段のご理解をお願いをしたいという地権者の皆様方にね、特にお願いをしたいというふうに思っている次第であります。でこれが整ってから宅地造成分譲に入ってまいりますけれども、今一つだけ私が強い思いを持っていますのは、どっか大手のね、名前は出しませんけれども、そのハウスメーカーじゃなくて地元の例えば地元 その瓦であるとか壁であるとかね、いろんな木材であるとか建材であるとか、そういったものをぜひこう使うように、使っていただくようにね、それは 私どもの方から条件としてこう来てくださって家を作ってくださる方々の条件として付してまいりたいと思っています。でこれは一部テレビでも流れてますけれども、先着、7名様ぐらいにはですね、電気自動車を、貸し出そうと思っています。でこれはどういうことかっていうと、震災の時によくよく思ったんですけれども、太陽光 ので充電がこうできるのと同時に、いざ何時あったらこれが蓄電池になるんですね。ですのでまだ蓄電池が本当に正式な蓄電池はまだ非常に高いです。ですがやっぱ普及目的で自動車の蓄電池っていうのはやっぱり少し安いんですね、本格的なものと比べると。そういったことを含めて住んでくださる方の、ね、集積を図ってまいりたいというように思っております。議長、12番吉川議員、はい、ぜひですね、町内の過疎対策、そしてまた地域経済の活性化にもですね、雇用にも結びつく事業でありますので、ぜひですね、スピードアップして進めていただきたいというふうに思っております。それとですね、もう一点、市長が9月議会でちょっと表明をされましたけれども、この地中熱というものにも関心を持っているというふうなことでお話ありました。この地中熱については今回の再生可能エネルギーの中には入っていないんですね、対象にはなっていない。しかし、これを見ますとですね、月別の電力の使用量でありますけれども、青の方が通常のエアコンの空気熱ですね、で緑が地中熱ということでありますけれども、冬場の11、12、1月で見ますとですね、大体電力量3分の1ぐらいカットでき、それから、夏場の6、7、8、9になりますと3分の2ぐらいですね、電力量がカットできるということで、非常に効果があるということなんですけれども、日本ではまだですね、平成22年のデータでは580件ぐらいしか導入されてないということだったんですね。でこれ一番進んでいるのがアメリカで100万台を超えていると。でその次に中国とかスウェーデンとかですね、ドイツあたりが活発にやられているということでございますけれども、今後ですね、この地中熱の動向についてですね、市長どのように認識をされているのかお伺いをしたいと思います。岩田市長、どこ関係が、答弁いたします。地中熱は多分なんかこうご覧になられている方はなかなかわからないと思うんですけど、地表がありますね、地表があって、そこから例えば10メートルを掘ったとしたときに
大体ここの、風を通したときに大体14度から18度、一定してるんですね。14度が寒い冬でも夏でも一定をしているということで、これをこんな感じで今日は用意すればよかったですね。こういう、こう、この穂の形ですかね、穂の形で風を上から通して、そこの、流れでですね、その地下5メートルか10メートルですよね、流していって、それで14度16度の、温熱を上げていくと。で、夏は涼しい熱に変わるわけですよね。で、冬は暖かい熱に変わるわけですよね。当然同じ14度から16度でも。で、これを地中熱の、地中熱の活用、利活用というふうに言うそうなんですけれども、できればですね、これね、今の既存の施設でこれを改築するとものすごいお金がかかるんですね。ですので、今度その太陽光村でも一部ですね、地中熱の、ね、モデルプランの、そのモデルプランをした上での宅地も、いくつか出していこうと思っています。だから太陽光だけに限らずですね、地中熱、あと他の、ね、エネルギーあるかもしれませんけど、なるべくこう実験的にね、しかも快適にこう過ごしやすい、しかも電気量がさほどかからないということで、これ太陽光村じゃなくて太陽光塔村になるかもしれないということ。ダメでした。ですので、そういうふうにこう進めていきたいと思っています。そうすることによって、だんだんなんかこういろんな理解がこう広まってくると思うんですよね。あ、こうやったらもう地中熱入れた方がいいよねとかっていうのがこう広く横に広がっていくようにね、仕掛けをしてまいりたいというように思ってますし、これについての、補助制度についてはちょっともう少し時間をいただければありがたいと思っております。はい、議長。12番吉川議員。はい、この地中熱はですね、日本全国どこでもですね、設置できるということで、その汎用性がありますし、また気象条件にね、左右されない、いつでも平準化できるということがあります。それともう一つは CO2 の削減に大きく寄与するということで、環境性能もありますので、ぜひこれもですね、試行的な取り組みをぜひ、進めていただきたいというふうに思っております。それではですね、次にこれはですね、住宅用の太陽光パネルの設置件数でございます。これも建設委員会の方でですね、何度となく議論をさせていただいたところでございますけれども、今市内の件数なんですけれど、平成20年以前が426件、これは宮電の調べのデータでございます。それから平成21年から24年度までは武雄市の方がこの設置に対する補助金を出していただいているということで、今度の当初予算が可決されますと、当初予算ベースで、1130件になるということでございます。で、これをですね、普及率で見てみますと、武雄市の持ち家世帯が 12,263 世帯ございますので、割り返しますと 9.2% の普及率ということになります。これはですね、全国的にも非常に高い、復旧率だということで、本当に頑張っていただいているなというふうに思って、おるところでございます。ただですね、この12,263世帯を基準にすると、まだまだ1割に満たないというふうな見方もできるわけですね。で、今回の原発の事故等々を考えますと、先ほどの地中熱もそうであります、メガソーラーもそうであります。なかなかこう立ち上がるのにもね、時間がまだまだかかりますので、そういったものが軌道に乗るまではですね、この住宅用のパネル設置、ぜひですね、推進を加速をさせていただきたいというふうに考えておりますけれども、いかがでしょうか。岩田市長。この件につきましては、昨日は江原議員にも答弁いたしましたけれども、よく議会と相談をして、一定の、やっぱ 9.2% で思ったより低いですね。ですので、少なくともやっぱ 20% ぐらい行くまではですね、末永く応援をしたいなというのが個人的な気持ちですけれども、よく議会と相談をさせていただきたいというふうに思っております。12番、吉川議員。はいはい、よろしくお願いいたします。それでは新エネルギーについてはですね、この辺にしておきたいと思います。続きましてですね、図書館関係に入りたいというふうに思いますけれども、まあ、合併して7年目を迎えるということで、
平成28年からはですね、合併特例の地方交付税、もう段階的に減っていくということで非常に厳しい状況になっていくわけであります。で、今の今後のですね、予算の状況等を見るとやはり社会保障費の自然増が増えてくる。そしてまた普通建設事業にしてもですね、市民の皆さんのインフラ整備の要望非常に多いものがございます。それもまた伸びている。そういう状況の中で国の方は財源不足ということで、臨時財政対策債を平成13年からですか、3年間を目途に展開をしてきたわけでありますけれども、この臨時財政対策債、いまだにですね、国の方はこの赤字地方債に頼っている、そういう状況にこうあるわけであります。で、非常に厳しい。そういう状況の中で岩田市長が誕生されて6年間いろんな行財政改革をしていただきました。この改革についてはこれからもですね、一つ一つ進めていかなければならないというふうに思っておりますけれども、その中でですね、一つ改革をする部分として図書館の改革があるというふうに思っております。図書館も12年になります。そろそろ見直しをしていく時期に来ておるわけでありますけれども、今年度からですね、マイ図書館事業を推進をしていただいておるかと思いますけれども、このマイ図書館事業ですね、iPad を使った読書の無料配信サービス、この今の状況についてお伺いをしたいと思います。浦郷教育部長。お答えいたします。現在のマイ図書館の状況でございますけれども、登録者数が370名、そして配信可能のデジタル図書数でありますけれども、これは23年の目標100冊としておりましたけれども、151冊ということでございます。議長。12番吉川議員。はい、予定通り取るということですね。ただまだまだですね、そのデジタル図書はもっともっとこう増やしていかないかというふうに思いますけれども、この今後2年目に向けてですね、どういった課題があるのか、どういった対応をされるのかですね、お伺いをしたいというふうに思います。浦郷教育部長。今議員がご指摘の通りですね、いろんな課題があります。で、確かに配信可能な図書数151冊ではですね、十分じゃないということで、これも前市長が申し上げておりましたように、もうできるだけ早く増やすということであります。とりわけもともとのマイ図書館構想の考え方が、来館が困難な子育て中のお母さんとかも考えておりましたので、絵本とかそういうものなどの検討もしていきたいというふうに考えてますし、登録者数、これにつきましても iPad 以外の端末、スマートフォンなどの端末からも閲覧可能にするとか、あるいは iPad を貸し出しをしてますけども、これについても各公民館等でもですね、できるようにということを考えていきたいというふうに考えています。岩田市長。あとですね、例えば新竹病院もそうなんですけど、入院をされている方々が なかなか本を触れる機会がないということもありますので、入院中の患者さんの、ね、読書ニーズ等に応えるのに、これは杉原館長の強い希望なんですけれどもね、図書館への本を病院へ団体貸し出しをしようと。で、これは iPad も含めてですっていうことだったり、病院内での視聴読み聞かせもね、きちんとしていきたいなというように思っています。で、私から最後にしますけれども、これ今ね、文科省のね、著作権課ってあるんですよ、文化庁の。これがまた頭が固くてですね、どんどんやっぱデジタル化を進めていって、その図書館法の枠内でしようと思ってもね、もう抵抗するのは文科省ですので、これはちゃんと我々としてもきちんと、こういうふうにしたいんだということを声を大にしていきながら、今のところ順調にいけば3年間で10万冊、なんていうんですかね、電子化を図る。で、その時の貸し出し方はおそらく著作権法で公衆送信に触れてしまいますので、
その iPad に、その法律が改正される前は iPad に入れた形でね、こう貸し出すという形にこうなると思うんですけど、あと保存ですよ。あの陸前高田もあの沿岸部の図書館の本はほとんど全て流されてますもんね。ですので、あのなるべくその保存という観点、やっぱりほら図書館の本で人気ある本っていうのは、あの私の本は綺麗なままなんですけど、なかなかこうほら汚れてね、あとこう破損したりこうしてるじゃないですか。だから綺麗なまんま、あのいつでもこう読めるという保存と、あの読みやすさということもありますので、そういったことを含めて、進めていこうと思っております。どっちにしてもまた文科省からいろんな横やり抵抗がありますので、守っていただくのは武雄市議会の皆様方と思ってますので、ぜひよろしくお願いしたいです。特に IT 特別委員会、 IT 特別委員会には期待をしたい、このように思っております。はい、以上。12枚吉川議員。はい、病院とか公民館等でもですね、利用できるようにしていただくということで、ぜひお願いをしたいと思います。それでは次に行きたいと思います。予算面からですね、ちょっと図書館を見てみたいと思うんですけれども、これはあの平成22年度の決算ベースでございますが、図書館のですね、ランニングコスト年間1億4500万円かかっております。でその内訳をこう見てみますとですね、人件費が6500万、全体の 45% を占めている。そして委託料が3800万で 26%、 これ合わせますと7割なんですね、人件費と委託料で。そして授与費、まあ、光熱費だとかなんとか、いろいろありますけれども、それが 12%。 そして図書の購入費、これが1400万円、全体化するとですね 10% ということで、非常に低い状況にあるわけであります。まあ、この人件費、委託料、図書の購入費等をですね、まあ、どのようにこう認識をされているのか、それとちょっと内訳を見てみますけれども、これはあの人件費の内訳ですね。まあ、人件費はちょっと飛ばしまして、委託料を見てみますと3800万円あります。でそのうち一番多いのが管理業務、1300万円、 34% ですね。これはあのこの管理業務の中には iPad を、ごめんなさい、マイ図書館事業を推進をされましたので、その予算がここにちょっと載っておりますので大きくなっております。ここで注目するところはですね、清掃843万円、 22% 占めてるんですね。で先ほど言いました図書館費、図書の購入費ね、これが年間1400万円に対して清掃に840万もかけてるということで、本来の図書館のミッションは何なのかというところをやっぱりもう一つですね、突き止めて、こういった委託料関係にしてもですね、見直しをしていく必要があるのではないかというふうに見ておりますけれども、執行部はどのように感じられているのかお伺いをしたいと思います。浦郷教育部長。あの数字的には今議員がから申された通りでございますので、まあ、必要最小限、要するに維持管理のところにつきましては、できるだけ切り詰めるということを、ね、念頭にしながらですね、やっていかなければならないというふうに思います。そういうことで、委託費、委託料の中でも清掃等については、見直しを図っていきたいというふうに思います。岩田市長。これありえるんですよね、そっか、ありえる、ごめんなさい、私が予算を配分してます、あの私がこう手に手ますようなもんなんですけど、もうこれはまず市民の皆さんの気にちょっとね、これはお詫びしたいと思うんですけど、図書館の購入費が 10% っていうのはありえない話なんですね、ありえない。ですので、あのこれ本来 あのミッション、あの図書館がなすべきその使命に立ち返って徹底的に見直していきます。でその上で、ただ誤解なきようにあの申し上げたいのは、これはあの図書館の購入費っていうのは国からの補助金がやっぱあるんですね。あのこれは交付税の中にきちんと参入されますけど、これをあのよその自治体は名前は言いませんけれども、他にどっかつまみ食いしてるんですよ。うちはしてませんので、うん、ちゃんとあの国から図書館を買いなさいって言った本はあのきちんと図書館を買ってますよね。はい、もう自信満々部長も言ってますので、その誤解はなきようにお願いをしたいと思います。見直します。以上。
12番吉川議員。はい、予算のあり方についてですね、メスを入れていただきますようによろしくお願いします。それではですね、次にこれは年度別のですね、図書館の利用状況を示したグラフでございます。まず入館者の状況でございますけれども、平成12年、から開館をしておりますけれども、大体29万人の入館者で推移をしておりますけれども、まあ、21年、22年についてはですね、若干落ち込みをしている状況です。それと貸し出し冊数ですけれども、これを見てみますとですね、合併後、平成20年、21年におきましては、38万冊ということで、出向部の皆さん、一生懸命頑張っていただいた結果が出ているというふうに思います。ただ、22年度になりますとですね、35万冊に落ち込んできているということで、まあ、これから言えることはですね、入館者も貸し出し冊数も、もう飽和状態に来ているということが言えると思います。何らかのですね、打ち手をやはり打つ時期にもう来ているということです。それから、これは図書館の曜日別の利用状況を示したものでございますけれども、まず平日のですね、火曜日、水曜日を基準に考えますと、まあ、平均として 4.7 万冊貸し出しをしております。これからいくとですね、金曜日、これ 5.3 万冊、約6000冊増加しております。これは1時間ですね、金曜日は開館時間を延長していただいている。この成果が出ておるというふうに見ております。それから木曜日ですね、これは 3.2 万冊ということで落ち込んでおります。1.5 万冊減なんですけど、これについては毎月第3木曜日が休館になっている。このことが大きく影響をして下がっている。そしてもう一つは土曜日、日曜日ですね。これは平日に対して約 1.7 倍増。これはやはり風習ロビーの方がですね、多いというふうなことで、そういった皆さんが図書館をご利用いただいているということだと思います。それと、これはですね、もう出しませんけれども、月曜日が休館日になっているということで大きな落ち込みをしている。このような状況にあるわけであります。先ほど の入館者も貸し出し数も飽和状態にあるというデータ、それから曜日別に見た場合にですね、これから言えることは、開館しておけば利用者はあるということがこれ見えると思います。やはりそういった部分から分析をしてですね、今後もっともっと増やしていく施策を打つべきだというふうに思っておりますけれども、この点についてはいかがでしょうか。浦郷教育部長。お答えいたします。今の曜日ごとの貸し出し冊数とか開館入場数、そういうことで、見せていただきましたけども、言われるようにですね、土曜日曜それから開館日数を増やせば、増えるというようなことで、あります。それで、今年の4月から今現在の開館日数に39日間、開館日数を増やしてですね、年間331日の開館日数にするということで、教育長の開館の時のご挨拶を申し上げた通り、県内の県立を除いてですね、一番長い開館日数にしたいということで、利用者の利便を図りたいということで考えております。はい、議長。12番吉川議員。はい、ありがとうございます。まあ、今までもですね、いろいろと議会の一般質問の中でですね、皆さん取り上げられてきましたけれども、この月曜日を今度から、毎週開館をするとしていただくということで、市民の皆さんにとってのです、利用者の皆さんにとっては非常にですね、サービス向上になるというふうに思います。それとですね、もう一つ、開館時間をちょっと時間別で見ますとですね、10時に開館して6時まで開館をされております。まあ、金曜日はですね、午後7時まででございますけれども、これを年間で見ますと365日ある中で現在290日ということで、時間にしますと2320時間オープンをしているんですね。で、先ほど答弁をしていただきましたけれども、
新年度4月からは39日間増やしていただくということでお話をいただきました。ありがとうございます。で、民間の感覚からいけばですね、6時で閉めるということはないんですね。22時まで開けてもいいわけであります。そして年間を通じて365日に限りなく近づけていく努力も必要だというふうに思います。まあ、そうなった場合ですね、4380時間になるんですね。これ割り返しますと 1.9 倍、市民の皆さんの利用チャンスが増える。できるだけこれに近づけるようにですね、努力をしていただきたいというふうに思います。で、これをやる上ではですね、先ほどの1億4500万円の中ではやはり直営でですね、これをやっていくっていうのは非常に厳しい状況にあるというふうに思います。やはりここは民間の活力をですね、利用する。で、指定管理者制度等への導入をですね、ぜひ検討をして市民サービスにつなげていただきたいというふうに考えておりますけれども、その点についてはいかがでしょうか。浦河教育長。お話にありましたような状況は確かにございます。それで、全国的にな状況と見ましても、あるいは武吉図書館歴史資料館の今後を考えましても、この指定管理方式での対応を考えていきたいというふうに思っております。岩田市長。予算を出す立場から、議会に出す立場から、私から教育長 の、 答弁に補足をします。直営ではやっぱり無理です。だいぶね、これでも本当に頑張ってもらったんですよ。教育委員会のね、特に図書館担当の皆さんたちには本当に頑張っていただきました。だけどこれ以上やるとかえってサービスの低下が起きたりとか、さらに予算の額がこう上回るということですので、指定管理者を一つの大きな柱として導入をしていきたいと思います。その上で図書館の指定管理者というのは全国に少なからず例があります。しかしですね、これはどこでんかんでんによかわけじゃなかわけですね。だからしっかりとした民間の、会社に、企業にね、お願いをこうしていくことになろうかと思います。その時に大事なのはまず市民の利便性です。指定管理者で当該企業に行ったからといって市民の利便性が落ちたら、これはかえってマイナスになります。だからですので、市民の利便性の維持向上が図られることが条件。それと、図書館運営協議会、これは設立の時に本当に骨を折っていただいた私たちの諸先輩の皆様方のご意向をしっかり聞くということ。そして3本目の柱として、例えば今読み聞かせとかものすごいニーズがあるんですね。あるいは歴史担保とかものすごくやっぱりこうニーズがありますので、それはきちんと行政でやっていくと。そこまで指定管理に任せるとやっぱり我々としてもその市民の負託に応えられない部分がありますので、そこは行政がまあ、これは教育委員会中心になろうかと思いますけれども、しっかり舵取りをしていく必要があるだろうと思っています。その中でできうれば吉川議員からもご指摘があるように、もう朝はもう8時半ぐらいから開いてですね、夜も24時までもうやってもらうと、毎日年中365日無休、やってもらう。それとなおかつ、その中にね、私今できればコーヒーコーナーを作りたいと、飲食の図書館の中のど真ん中に作って、でそうすることによって図書館でくつろぎながら本を読むっていうことがやっぱもう文化としてやっぱ成り立ってるんですね。そういうふうにブック&カフェっていうのもぜひ導入をしてほしいということを思ってますし、もし指定管理者をやるということになった場合はぜひ議員の皆様方からね、いやここはこういうふうにはサービスをしてほしいということもぜひ私たち執行部にお寄せいただければありがたいと思っております。これについてもしっかりとした舵取りを教育長と、連動しながらね、やっていきたいと思います。図書館は文化の顔であり、武雄市の顔であります。そして何よりも教育の一つの大きな要素になり、障害教育の大きな要素にもなりますので、ぜひ議会のお力をここでも借りたい、このように思います。以上。12番吉川議員。はい、ありがとうございます。新年度から4月からは月曜日を開けていただく、そして、
図書館の指定管理者制度についてもこれから考えていただくというふうな答弁をいただきましたので、ぜひ市民サービス向上のためによろしくお願いをしたいと思います。それではですね、続きまして雨具合の改修による豪雨対策についての質問に入りたいというふうに思います。これはですね、雨具川の氾濫の状況でございます。最近ですね、全国各地でゲリラ豪雨が発生をしておりまして、武雄市も例外ではないわけですね。で、武雄ではですね、六角川の上流にある高橋川、それから、橘方面ですね、それから松浦川の若き竹内、まあ、こちらの方がですね、どちらかというと今までクローズアップをされてきておりますけれども、この雨具川の氾濫も毎年のように発生をしております。まあ、そういうことでぜひですね、ここの対策に取り組んでいただきたい。過去からですね、問題として、まあ、議会でも指摘は以前ですけれどもあっておりましたけれども、まあ、それを課題として取り上げるまでは行ってなかった。ぜひここはですね、岩田市長の取り組みの中で雨具川の改修ぜひ進めていただきたいというふうに思っております。この雨具川の場所ですね、皆さんにちょっと分かるように流域図でお示しをしたいと思いますけれども、ここが河原の市営の山下団地、そこの横を通ってですね、雨具地区の方に入ってきます。で、その途中にですね、第一の投手口があって第二の投手口がございます。そして指導の一式線がこれなんですけれども、新しく広く改良していただいたところ、ここは一式橋ですね、これを通って雨具公民館の前を通って3つ目の投手口がございます。で、トライアルの駐車場前のこれは出店橋ですかね、ここを通ってですね、旧バイパスの雨具橋を通って JR の踏切高架下ですね、高架下を流れるという流れになっておるわけでありますけれども、特にですね、この流域一帯浸水をするわけでありますけれども、この第一投手口から第4投手口、このところでの氾濫が一番大きい要因になっております。で、この投手口の平時の状況を見てみますとですね、これが第1第2の投手口です。で、これが公民館、雨具公民館前の第3投手口で、これがトライアルの駐車場、出店橋ですかね、ここから上流部、この第3投手口の方を望んだところですね、奥の方が柏崎が見えております。で、一つの原因としてはですね、この護岸の高さとここの投手口の席の高さ、これがあまり変わらないということで、流量断面積が非常にですね、小さいということがあるわけであります。で、できましたらこの4つの投手口をですね、部分改良することによってこの浸水を少しでも食い止める、そういう方法を取れないかという提案でございますけれども、まあ、そうしたときにですね、どういう手立てがあるのか、どれぐらいのコストがかかるのかですね、この点についてお伺いをしたいと思います。石橋町づくり部長。お答え申し上げます。雨具川につきましては、一級河川六角川水系竹雄川の地線となっておりまして、県管理区産、県管理河川となっております。現在合流点、竹雄川の合流点から JR 線路付近までは河川改修が完成しておるところでございます。今ご指摘のこの区間については約850メーターございまして、未改修でございます。まあ、地形的な要件としては地区内は領土地域内でですね、まあ、開発がしやすいというようなところでありまして、まあ、都市内河川になっております。先ほどありましたように固定堰が
打面積を阻害しているということ、これはもう明らかなことでございまして、4カ所の石器がございます。で、これをですね、回収する対策としては2つございます。まず1つは、その樹液者が行うということで、これ農林水産省の補助でございますが、農業用河川工作物対策、応急対策事業としてですね、補助制度がございます。で、これは今の固定堰を転倒堰と言ってですね、一定水位が高まりますと自動的にこう転倒するという、そういうことで洪水を防ぐわけですけれども、これこういう方式でやることが可能であります。まあ1箇所あたり事業費見てみますと約5000万程度かかるんじゃないかろうかなというふうに考えています。したがいまして、これは受益者負担がありますから、今の竹雄市の制度でいきますと、国庫補助を除いた残額の2分の1を市と受益者で負担するということでございますので、約450万程度が受益者負担として発生するということでございます。それからもう一つの考え方がございます。で、これは受益者負担が発生しません。で、国交省の補助事業でございまして、まあ、一般的に行われています河川改修事業でございます。これにつきましては、先ほど言いましたように、受益者としての補助は負担は発生しなくて、事業主体、県の負担金になるかと思います。以上、2通りの対策があるということをお示ししたいと思います。議長。12番吉川議員。はい、今方法としては2つあるということですね。まず1点目のこの石だけを回収する農水省の補助を使った場合は、受益者負担が雨具区の皆さんの負担が発生するということですね。まあ、1つの石あたりで450万、4つありますので、1800万ですか、それぐらいかかってくるということですね。まあ、将来また20年30年経ったときに、老朽化したときにまた更新をする、そういったことも考えたときには、やはりこの受益者負担をですね、するやり方というのはおそらくですね、非常に厳しいんではないかなというふうに思うところであります。そうなればですね、先ほどもう一つ言われた国交省の全面的な河川改修ですね、そっちの方に頼っていかんのかなというふうに思うところでございますけれども、ぜひですね、まあ、そっちの方が地元としてはですね、いいと思いますので、これはまあ県が中心になってくると思いますけども、市としてぜひそれを積極的に推進をしていただきたいというふうに思います。ですね、この天狗川だけでちょっと見ておりますけども、ここの上流部はですね、竹雄町の河原地区なんですね。河原地区を縦断して、その上には阿古山、そして柏岳がありますし、そのちょうど中間に内の子ため池、ここがあるんですね。ここから水がこの天狗川を通って、六角川に流れ込む、こういう流れになっております。そういう状況の中で今ですね、この河原地区、それから天狗地区、ここは居住区域として非常にポテンシャルが高くてですね、今造成工事が頻繁に行って、進んでおります。そういうことでですね、やはり水田がなくなってきている、洪水の調整機能が今なくなってきている状況にあります。ですから雨が降った時にはその水が一気にこの河川の中に流れ込むと、そこも大きな要因でございます。今後の開発を見込んでもですね、やはりこれから河川改修という形でぜひこの重要な天狗川をですね、地域住民の生活のインフラ整備ということで、快適な生活ができるようにですね、改修をぜひ市長決断をしていただきたいというふうに思いますけども、いかがでしょうか。岩田市長。県に要望します。12番吉川議員。はい、分かりました。ぜひよろしくお願いをしておきたいと思います。石橋まちづくり部長。質問する番号。
このパネルちょっとご紹介したいと思います。あの皆さん方にはあの白黒の印刷でやってると思いますけど、これ見ていただきますと、あの黒が元凶でございます。で赤が河川回収したとき、あるいは石油を回収したときの川幅になります。おそらく今元凶で約 5.5 メーター程度の川幅ですが、これが9メーター程度になります。合わせて反対側に河川管理用道路というのがつきますから、相当面積を潰します。そういう意味では、あの、昨年の秋ですか、天国区の役員会の方に、この図面を持ってご説明に上がりまして、皆さん方、役員方にご説明をしてきております。で、おそらく、あの、地域内で取りまとめをされていると思いますので、要望等が上がり次第、県に要求していきたいというふうに考えております。12番吉川議員。はい、どうぞよろしくお願いしておきたいと思います。それではですね、時間ございませんので、次の国際交流の推進についてお伺いをしたいと思います。これはですね、あの2月の上旬に、佐賀県とチョルラ南道の交流に私も参加をさせていただきました。で、まずあの新道という町のですね、郡主の方、市長さんでありますけれども、そちらの方にお会いをいたしまして、表敬訪問いたしまして、団長がこの時は山崎議員が団長として務められてですね、行ってきたわけでありますけれども、これからは国際化の時代だということで、青少年の交流等も含めてですね、活発に交流していきたいというお話をさせていただいたところであります。それと、これがあの石橋高等学校というところでありますけれども、鎮道内にありますあの国学科を有するですね、文化芸術の専門学校で、韓国に2校しかないところでありますけれども、そこの生徒の皆さんと交流をさせていただきました。それとこれは、チョルラ南道と佐賀県の交流会、ここで、知事同士がですね、友好交流の協定を結ばれたわけであります。そして最後のパネルは、ヨスのエキスポ2012ということで、これは建設中でございまして、大体3割ぐらいの工事の進捗で、周辺部にはですね、周りにはホテルとか大きな道路がですね、今建設ラッシュでございました。あの地方都市がですね、大きくこう飛躍をしているところを見てきたわけでありますけれども、このヨスの世界万博も5月12日から始まると、3ヶ月間始まるということで、世界中の皆さんがですね、ここに集まるということで活気を帯びてきておったわけであります。まあ、このようにですね、あの韓国、まあ、中国も含めてでありますけれども、東アジア地区との交流が今後頻繁に行われるというふうに思いますけれども、まあ、青少年を主体としたですね、交流等もそろそろやっていくべきではないかなというふうに感じたところでありますけれども、この青少年交流についてどうなのか、それからもう一つは、今中国の方にもですね、香港事務所とか事務所をもう一つ信用ですねに県が設けておりますけれども、武雄市からも派遣をしていただいております。まあ、そういうことで、そういったところからの観光客の誘致ですね、それと武雄からの特産品の売り込み、こういったものを今後どのように展開をされていくのか、戦略をお伺いをしたいと思います。岩田市長。まず韓国の特にチョルラ南道と、武雄市と あの青少年の交流については、私も参りましたけれども、あの非常に、チョルラ南道の皆さんたちも熱心でありました。この熱心さを受けて、我々としてはできればこれ教育委員会と協議をしますけれども、修学旅行、全部 その中学校というのはとても無理ですので、いくつかの中学校で、我々がその応援できる分は応援をして、プラス応援をして、チョルラ南道に修学旅行に行ってもらおうということを思っています。でその上で、あの甲州市って光の州の市っていうあるんですね。甲州市って、まあ、昔甲州事件が起きたあのところなんですけど、非常に今あの発展をしていて、
日本でいうところの政令指定都市ですね。政令指定都市で福岡市と同じぐらいの規模で仙台市と姉妹都市を結ばれているところなんですけど、たまたま私朝早く零下10度ぐらいのところでジョギングをしていて、甲州市役所に入って市長さんに会わせてくださいって言ったら、市長さんにはお目にかかれなかったんですけど部長さんに会いました。ジョギング姿っていうのはいいなと思いました。でその上でぜひ あちらの方から武雄市はもう Facebook でよく知ってますと、いうことを言われて、そういう中でぜひ交流を進めていきたいという話が甲州市のかなり高いレベルからありましたので、私だけだと力不足ですので、これは知事にまたお願いをして、どこかのタイミングでチョルナ南道およびその甲州市に、ぜひ知事さんを筆頭としてもう一度再度表敬をしていただくようにね、私からも知事さんにお願いをしていきたいというふうに思っています。その中で話は上になりましたけれども、物販よりもむしろ人の交流を進めていきたい。したがってチョルナ南道の中学校ですよね、中学校に値するところも修学旅行にぜひ武雄にお越しいただくように、我々としては頑張っていきたいというふうに思っています。そして中国ですけど、やっぱ瀋陽と香港にこうありますけれども、現地にちょっとですね、これは二股は無理ですね。ですので我々としては香港にちょうどうちの職員の笠原君を出してますので、香港にこれは物販、香港を起点として中国全土に広がる販路等がありますので、ぜひ今香港を中心として我々は物販ですよねっていうのを、武雄の特にお米をしっかり売っていきたいというように思っています。そして私が最後にしますけれども、そのために海外対策課っていうのを作ったんですね。海外対策課というのは4月1日から発足をします。そしてぜひ議員さんにお願いがあるのは、ぜひですね、これは議会の後押しなくしてなかなかこれは無理です。ですので韓国は山崎哲義議員さん、杉原豊樹議員さん、そして吉川議員さん、まあ、杉原豊樹議員さんは商工会の枠で行かれたと承知してますけれども、そして香港は山口優子、今委員長さんですよね、をはじめとしていろんなところに海外展開が非常にこれからは加速して、好む好まざるに関わらず加速してまいりますので、ぜひその委員会の構成等についてもですね、そのあたり の構成についてぜひお願いをしたいというように思っております。この分 の予算等については私どもとしてはできるだけ速やかにまた出してまいりたいと思いますので、ぜひ市民の皆さんたち のご理解のご協力をお願いしたいと思います。最後になりますけれども、いずれにしても青少年交流を進めることと、武雄の物販をとにかく世界中に売っていくということについては、特に来年度は力を尽くしてまいりたいと、このように思っております。はい、議長。12番吉川議員。はい、国際交流よろしくお願いいたします。それでは次に行きます。次はですね、朝日小学校のグラウンドの件で、質問させていただきます。これはですね、朝日小学校の新しいグラウンドでございます。平成20年、にですね、日渡市長が誕生されて2年目に、200% の広さのグラウンドを拡張していただきました。ここでですね、当初は朝日町住民としては町民グラウンドを20数年来の悲願としてぜひ作ってほしいということで市長さんにお願いをしてきたわけであります。しかしこの朝日小学校自体のグラウンドが非常に児童数の割には面積が狭いということがありまして、折衷案でですね、町民グラウンドと併用した形のグラウンドを拡張して作ろうということで結論に至ったわけであります。その中でですね、この2年間町民の皆さん土曜日曜非常に利用をしていただいております。おそらく 80% 以上ぐらいの利用率があるのではないかなということで感じておるところでありますけれども、町民の皆さんからはぜひ平日も使いたいということで要望があっております。1月25日にともしげ区長会長さん、そして河内公民館長さんをはじめとする役員の皆さんが市長の方に、そしてまた教育長の方にですね、平日もこの学校グラウンドをぜひ活用させていただきたい、社会体育という分野で使いたいという要望があったわけでありますけれども、
この点についてですね、今どのように認識を、ごめんなさい、どのような結論に至っておるのかですね、お示しをいただきたいというふうに思っております。浦郷教育部長。経過的なことにつきましては、今議員さんが言われる通りであります。で、平成24年度より朝日小学校のグラウンドの平日の開放8時10分から15時30分までのことについてはですね、グラウンドの北側約4分の1程度をですね、朝日町内の社会教育団体に、学校教育活動に支障のない範囲内で開放するということで話し合いをほぼ終わっているところでございます。はい、議長。12番吉川議員。はい、事務レベルでの協議で、4月1日から、地域の皆さんもこのグラウンドの4分の1ぐらいの面積を平日の学校の授業中も使って、いいということですね。それはあくまでも前提があって、やはり学校の体育の授業なり運動会等の練習、こういったものに支障のない範囲での利用ということでですね、やらせていただくということで、非常に町民の皆さんも感謝をしているというふうに思います。このことによってですね、この学校と地域のさらなる交流がね、新しい交流が生まれると思いますし、安全性といった面からもですね、やはり大人の皆さんが学校にいて来ていただくことによって子どもたちも安心する部分もあります。ぜひこの新しいコミュニティの輪をですね、この朝日小学校グラウンドからまたできればというふうに思っております。どうもありがとうございます。それではですね、次に庁舎問題について、質問をさせていただきます。先ほど12月の議会でですね、質問をさせていただきましたけれども、市長の方からこれ答弁いただいた結果であります。耐震基準が 0.69 の基準に対して1階から4階まで東西方向全てで基準値を下回っている。特に2階のですね、市民フロアの部分は南北方向が、SI 値が半分以下であるということで非常に危険な状態にあるということで答弁をいただいたわけでありますけれども、その後ですね、町内協議をされる中で、この耐震基準を満たすためには耐震改修あるいは大規模改修をしていかなければならないわけでありますけれども、コスト面等のですね、今検討どのようになっているのかお伺いをしたいと思います。前田副市長。昨年の12月以下への吉川議員さんの方から質問が取りまして、昨年のですね、議会の中で市長の方から先ほどあったように耐震の診断の結果を報告しております。そういうことで議会を受けまして、その後ですね、町内の方で私をトップにして、部長を中心とした委員会、庁舎問題の検討委員会、その下に幹事会を作っておりまして、幹事会の中でですね、今現在耐震補強をしたらどれくらいかかるのかという試算を、これはあくまでも町づくり部の担当者の、概算の額でございます。やり方についてはいろんな方法があると思いますが、一番安い方法で、いけばですね、条件としてはまず補強工事に合わせて電気空調の改修を行うということ、それから今現在2階までしかエレベーターありませんので、改修をすれば4階までエレベーターを設置をすると、それから工事をする期間は一旦庁舎の外に出ないといけないということで、それの仮設のプレハブの庁舎が必要ということ、これについては私有地を利用してですね建てると、それから今後については今までの学校の建築を基準に試算をした結果ですね、まず大規模の改造工事で約11億1000万程度、それから先ほど言いましたように仮設のプレハブの庁舎の新材料等が約4億1000万、それに実績等を含めまして、トータルでいきますと16億強かかるというような報告を受けております。その他にですね、
IT 関係の、まあ、あのパソコン関係の、まあ、情報系の工事とか、あるいはいろんなシステムの移転費、それからあの駐車場も当然不足しますので、まあ、そこら辺の用地の、まあ、借地料、これについてはその額には入っておりませんので、この辺の経費はまた加算をされるという状況でございます。12番吉川議員。はい、まあ、16億ですか、総額16億、この耐震改修、それからまあ大規模を含めてですね、かかるということでございます。まあ、これまで、何度となくですね、質問させていただきましたけれども、まあ、答弁等を合わせますとですね、新幹線用地に引っかかっていくということで、駐車場が86台分、それから町づくり部の等ですね、ここがかかるということでございます。それからもう一つは利便性が非常に悪い、ちょうど1階の正面玄関入りますと中央部に機械室がドンと構えている。で、市民の皆さんは2階に行かざるを得ない、そしてエレベーターも不備だと、まあ、ここは大規模改造で、できるというふうなことでありますけれども、機械室については非常にですね、またこれは難しい話ではないかなというふうに思います。それと築46年ですね、非常に老朽化をしております。さっきの耐震不良、それから地下にですね、地下水が非常に、ちょっとした雨で、溜まるということで、この対策が必要でありますし、またコンクリート自体の耐用年数もだいたい60年と言われておりますので、あと15年ぐらいしかなかったわけですね。まあ、そういったところからすれば、本当にこの今言われた耐震改修、大規模改修で本来の市役所の機能を取り戻すことができるのかですね、将来を見据えた上で、本当に市役所としての機能を果たせるのか、この点についてお伺いをしたいと思います。前田副市長。先ほど私の方から概算の工事表を申し上げましたけれども、その工事の内容を若干説明をしたいと思います。補強をする上でですね、ここは2階の平面図を作っておりますが、この赤で示した部分に壁、まあ、ブレーシと言いますけれども、そこには V 字型のですね、鉄骨を入れるというのが必要ということで、この赤の部分に鉄骨がずっと入ってくるということになります。まあ、そういうことで、これを見ますと2階の市民課 のカウンターの前にもですね、この壁が出てきまいまして、例えば北の方でいきますと、この岸課と健康課の間に壁が入ると、まあ、そういう状況で、これがV 字型のブレーシといいまして、鉄骨でですね、こういう形でいくということでございます。それがよくです。市役所1階から4階までに約56箇所必要ということで、特に2階部分については、耐震の強度が低いということで、2階だけできますと20箇所必要ということになりますので、先ほどありましたように、庁舎としては不便で、まあ、使い勝手が悪いというふうな結果になるということでございます。以上。12番吉川議員。はい、市役所の機能としては劣ると、改修しても劣るという結論ではないかなというふうに思っております。ぜひですね、この合併特例債を活用してですね、建て替えをぜひ推進をしていただきたいというふうに思います。これが期限が平成27年度までですね、それまでに使わなければこの特例債、生きてきませんので、これを活用するとなるとですね、事業費のうちの3分の1の財源で市役所建設ができる。例えば新築した場合30億円かかるとすれば、10億円の市の持ち出しで新しい将来の市役所ができるというふうになりますので、ぜひこの合併特例債のある期間にですね、結論を出して建て替えを進めていただきたいと思いますけれども、ご決断はいかがでしょうか。前田副市長。
先ほどありましたように補強工事をするにしても、仮にその別新しい庁舎を建てるにしてもですね、できれば合併特例債を活用する手はあると思います。それが10年以内でございますので、今の法律でいけば27年度までということで時間がありません。まあ、ただ今国会の方ではですね、その期間の延長の話、法案が出ておりまして、もし通れば5年間の延長があるということで、我々としてそれを期待をしておりますが、どっちしてもですね、今現在検討しています補強でいくのか別に考えるのか、そこら辺についてはこれから調査内の検討委員会なりで議論をして、近々の議会の方にも詳しく説明して意見を聞いて、先の考え方を決めたいというか、今のところはどういうふうにするということには至っておりませんので、よろしくお願いしたいと思います。議長。12番吉川議員。はい、議会とかですね、市民の皆さんを意見を聞きながらっていうのも分かるんですけども、やはり、市役所の出向の皆さんがですね、こうあるべきなんだというのをやはり提示してですね、それに対して議論をぜひこう進められるようにですね、ある程度の方向性をですね、近いうちに出していただきたいというふうには思っております。また質問をさせていただきたいと思います。それではですね、次にちょっと時間がありませんので、国民健康保険の収支の状況について、これは12月の議会でですね、細かい数字を用いていろいろご質問ご提案をさせていただきましたけれども、平成22年度の決算ベースでは2億円の累積赤字になっているということで、繰り上げ重要でですね、これまでずっと対応してきたわけであります。この数字がですね、平成23年度もう3月になっておりますけれども、そろそろ終わろうとしております。この23年度の累積赤字の見込み、どれぐらいになるのか、減るのかですね、増えるのか、横ばいなのか、その辺の数字が分かればお示しをいただきたいと思います。小川倉部長。私の方から説明させていただきたいと思います。今ご紹介されました通り、22年度の繰上げ重要金というのが累積で2億1700万ということになっております。それから一番右の方をちょっと見ていただきたいんですが、23年度の見込みということで、単年度のですね、不足額がだいたい22年度と同額ぐらいだろうというふうに思っておりますので、1億5000万ほど増えるということになりますので、現在で確定的ではございませんけれども、3億7000万程度ですね、になるんじゃないかというふうに見込んでおります。以上。12番吉川議員。はい、ちょっと愕然とした数字を、公表いただきましたけれども、非常に厳しい状況ですね。そういう状況の中で、町内議論をしていただいてですね、初日に黒岩議員の方から一般会計からの繰り入れをぜひやるべきだと。ということで、それに対しては繰り入れをやりますという答弁をいただきました。ぜひですね、よろしくお願いをしておきたいと思いますけれども、その中でですね、この前いろいろご提案をしておりました。もう細かくは申しませんけれども、収納率の向上、これは平成22年度で 90.8% 竹雄市だったんですけれども、非常に低いレベルにある。そして医療費の抑制ですね、ジェネリック医薬品とかそういったものを使ったり、検診をやったりということで医療費を削減をする、あるいは国庫税そのものの見直し、そして広域化ですね、こういったものをぜひ町内でプロジェクトチーム等を作ってやってほしいというふうなことでお願いをしておりましたけれども、この協議の状況ですね、簡単に結構ですので、お示しをいただきたいと思います。小川倉部長。副市長をですね、トップにしてこれまで4回ほど会議を開いております。で、23年度も対策は講じているわけですけれども、24年度以降ですね、収納率の向上、あるいは医療費の削減といった目標に向けまして、対策を講じて、
検討してきたというところでございます。23年度までもジェネリック医薬品のですね、希望カード、こういったものも配置をいたしておりますけれども、今後はですね、ジェネリック医薬品の推進のための差額通知なども行おうということで、そういった細かい、作業もですね、進めたいというふうに考えているところでございます。以上です。はい、わかりました。時間ありませんので、じゃあ次行きます。その中でですね、ここの中でちょっと重きを置いてほしいのは、やはりこれからこの医療費をいかに抑えていくかっていう活動ですね。2050年になるとですね、高齢化率が 40% になるということであります。毎年毎年この医療費が今上がっていっている状況、これを抑える施策をですね、ぜひ武雄市も真剣に取り組んでいく必要があるというふうに思います。まあ、その中でですね、前回もちょっとご紹介をいたしましたけれども、夕張の医療センター、ここは村上智彦先生がですね、理事長で今、昔の旧夕張市民の総合病院ですか、ここが破綻したときにそれを受けてですね、村上先生立ち上げられたわけでありますけれども、先生がおっしゃる予防医療ですね、この場合も紹介をさせていただきました。ワクチン接種、口腔ケア、歯磨きを4回1日する、検診をきっちりやる、それから個人ベースでいくとカロリーの管理ですね、カロリーの過剰摂取をしない、運動、適度な運動をする、そして環境、これについてはストレスをためないということでありました。で、医療費の推移を見ますとですね、武雄の国保ベースでありますけれども、平成16年で31億円医療費がかかっております。で、21年度になりますと31億が40億まで膨らんでおるわけですね。で、武雄市は右肩上がりに医療費が増えている。それに対して夕張の医療センターの方では40億円から現在というか22年度ですね、で33億円まで減らされているという取り組みであります。ぜひこの村上智彦先生のですね、ご指導をですね、武雄市も仰ぎながら、この医療費、これはもう今だけじゃなくて、やっぱり将来の子どもたちのためにやっていくことべきだというふうに思いますので、この取り組みについて最後にお伺いをしたいと思います。岩田市長。これは医師会と共催して村上先生をお呼びいたしましたけれども、非常にいい講演でした。そしてご本もいくつか出しておられますけれども、村上先生が破綻して夕張の医療を再生させて村上方式ということで広く呼ばれています。これは本当にですね、先進事例として取り入れてまいりたいというふうに思っております。その上で、今年の秋にですね、また、例えばこれは一般市民向けであったりとか、あるいは保健師さんであったりとか、分けてね、講演をしていただくことで、村上先生と今協議中ですので、秋に、今年の秋に一人でも多くの方々がまたお越しいただくことをお願いしたいと思います。日程が決まったらまたお知らせをしたいと思います。以上です。以上、12番吉川議員。はい、以上で終わります。以上で12番吉川議員の質問を終了させていただきます。先ほど市長の発言で無法地帯という部分がありましたを削除したい旨の報告がありましたので、これを許可したいと思います。ここで議事の都合上10分程度休憩いたします。